飲みすぎんなよ。はい、皆さんこんにちは、マンクラ TV のゆきいちです。どうもご無沙汰しております。今日はですね、今お盆休み中ということもありまして結構のんびりしますので、8月16日ですね、お昼過ぎなんですけども、今日ね、どういった動画にするかっていうと、サムネイルにも上がってた通り、競馬で万馬券を当て方を教えちゃいましょうっていうことで、いつもやってるね、計算式のやり方とかですね、あとその他、競売所の闇を使って穴を見つけた方とかですね、よく皆さんがね、万馬券なんてなかなか取れないって思われてる方が多いと思うんですけど、万馬券自身はものすごく簡単に取れます。はい。それを今回の動画で、一応予定しているのは3本にまとめてみようかなと思っております。一つ目は何々、二つ目は何々、三個目は何々みたいな形でですね、先ほど流れてましたね、万馬券のこう動画流れてましたけども、あれはね、どうやったら取っていってるのかとかですね、皆さんがね、わかりやすいように、今週中にね、この動画をアップしますんでね、お盆最終のね、土日なんかのレースに当てはめてもらってですね、万馬券をしっかり取っていきたいなと、思います。それでは、はい、それではね、まず、この実際万馬券取った時のねレースを振り返っていきたいんですけども、この時ね、阪神11レース3月4日の日の土曜日だったかな、その時のメインレースですけども、7、8、9番人気っていうのが9番、5番、1番とこの3頭でした。で、人気ということが8番、17番、3番、11番、13番のこの5頭だったんですけど、締め切り後のねですと、この13番が6番人気になっているんですけど、僕が、いつも言ってますね、締め切り10分前のオッズから計算するとしてますので、その時はこの13番が5番人気に入っていたということなんですね。で、その時に、いつも言うね、3レップのフォーメーションで、9番5番1番を馬位置に、で人気上位5頭を馬に、馬さんのところにポチッと押してもらってですね、フォーメーションで押してもらって、そしたら30点が出来上がりますので、まあ、そういう形でやっています。で、この詳しい計算の仕方とかはもう概要欄の方にね貼っておきますので、過去の動画でアルゴリズム理論のね基本編っていうのがありますので、ハウトゥー動画ありますので、そちら見てもらうと、さあどうですか、これで9番が逃げてるのかな、大外を通っては16番サーマルソワリング追い込んでくるが、前は200を切って粘る9番のモズメーメー並んでいく、17番ペリファーニア、相手は3番のルミノメテオール、3頭広がった、外からは13番コナコースト、広がったら9番モズメーメーペリファーニア、外から13番コナコースト並んでゴール、ね、3頭大激戦、まあ、こういう内容になったわけですね。はい、今見てもらったようにですね、10分前にね、5番人気だった馬が、締め切り後6番人気に変わったりとかするということになりますね。結果だけで追っかけていくとその辺がぐちゃぐちゃ変わってくるんですけども、アルゴリズム理論のルールとして決めているのが、締め切り10分前のオッズから計算しようというふうにしてます。それは基本編でも言ってるんですけども、締め切り10分前のデータっていうのが一番的中率とか、いろんな部分でね、回避するときの判断基準にするにしてもちょうどいいんじゃないかなっていうのがで、自分の中では作ったルールだったので、それをね、理論として出しますんで、10分前っていう分を重きに置いてもらえればいいと思いますね。アルゴリズム理論のね、基本編の方でもやってますけども、締め切り10分前にね、まず単勝人気の、オッズを
チェックしてもらってですね、1番人気から5番人気の3連複ボックスを計算します。はい。これ分からない方はね、もうまた見てもらったらいいと思うんですけども、3連複のボックスを基本編でやってますので、そちらの方を計算してもらって、10通りの3連複のオッズが出ます。で、それをアルゴリズムの計算するための、ネット上に持ってますので、ね、計算式の方に入れてもらって、そちらの方が無料で使えますので、そちらの方で計算をしてもらって、金額が出てきます。そしたら、その金額を、まあ、金額ではあるんですけども、その出てきた数値、ね、それが 1. 点何ぼ、2. 点何ぼ、3. 点何ぼ、4. 点何ぼっていう数値が出てきます。それの 2.0 から 3.5 までですね、3.75 かな、うんですね。そちらまでが中華鍋という形で、7、8、9番人気がすごく絡んでくるということですね。皆さんね、万馬券難しいと思ってるんですけど、競馬って人気上位で決まる、1番人気から5番人気で決まるレースっていうのも、狙っていくのもいいんですけど、7、8、9番人気が1頭絡んでくるっていうレースを見極め方さえ分かってしまえばですね、それプラス上位人気5頭で考えていきますので、簡単に取ることできますんでね、その辺をですね、まあ、皆さんこの、ね、動画も見てもらってですね、楽しんでもらえたらいいかなと思います。はい、はい、それではね、これはね、阪神11レース、11月、去年のですね、11月26日の、大荒れ予想の方のね、3連複で、5万いくらついたやつですね、その時の動画のリプレイですけども、この時は、大荒れ予想だったので、11番、13番人気、15番人気っていうのが基本的なとこもあったんですけど、まあ、11番、13番人気だけ絞ってたかなと思うんですけど、で、まあ、その11番人気が9番、13番人気が3番ということで、で、馬のところにこの7番、13番、8番という7、8、9番人気の馬を書いてます。で、人気上位ごとに6番、10番、4番、2番、14番と。で、結果だけで見ると、この7番が5番人気になっているんですけど、先ほども言いましたけど、10分前の時のオッズで取りますんで、この7番が7番人気にいたということです。で、5番人気の今14番って書いてるやつが消えて、まあ、6番7番人気まで落ちてたんですけども、そうですね、やっぱりその10分前のオッズを取るっていうので作ったアルゴリズム理論ですから、まあ、直前のオッズよりは10分前をベースに考えてもらった方がやっぱりいいかなっていうのが結果としてやっぱ出てますね。先頭短期7番のグリューグリーンです。さあ、ここでね、7番が出ますけども、9番と3番のどっちかが絡まないと当たらないんですよね、このレースっていうのは。大穴目を狙ってますから、グランビノス、そして10番のコスモサガルマータ、4コーナーカーブ、これから直線コースへと向かってきます。7番グリューネグリーン先頭、リード1馬身、内を開けています。2番手2番シュタールビンと8番スマラグロス競り合って、その後4番手少し離れました。6番グランビノス外へ持ち出して追い込んでくる、内は4番のトップナイフです。坂を登って残り150、7番グリューネグリーン先頭100を切って、リードは2馬身、内から4番トップナイフが2番手上がって先頭を追っている。7番のグリューネグリーン、7番4番、番トップナイフ並んでゴール。9番ってことね、よく9番がここから来たなと。3着は9番のが最後に上がってきました。はい、見てもらった通りですね、大穴馬券もですね、しっかりと狙えるこのアルゴリズム理論ですのでですね、難しいかもしれないって思っている方もおられますルートは思うんですね。計算式って聞くとね、ちょっと、計算嫌いな苦手なっていう人もいる。そんな簡単、難しいね、計算式ではなくね、簡単な、本当計算するだけでできますので、競馬で万馬券を取ったことがない、競馬で万馬券の当て方教えてくださいとかね、検索よくする方おられますけれども、変なね、業者さんのですね、変な、なんていうんですかね、予想屋さん、買う必要ないです。自分で計算して、自分で取ることもできます。で、行き地が出してます。このアルゴリズム理論。すべて無料です。はい。すべて無料でできます。概要欄に貼っときます。アルゴリズムの基本編から見ていただいて、必要なものは全部ネット上に落ちてるやつ使えますので、そちらの方使っていただいたら、万馬券取ったことなかった方にもですね、簡単に、この夏の間に万馬券をね、取ってもらって、競馬をもっともっと楽しんでもらえたらいいかなと思います。今回はね、アルゴリズム編という形の、万馬券の取り方っていうのをですね、当て方っていうのをやっていってるんですけれども、次の動画では、第2回では、
違う、その計算式じゃないやり方のですね、また別の角度から見た万馬券の取り方やっていきますので、お楽しみにしてください。こちらの動画見てですね、万馬券取ってみたいなとかですね、こんな簡単に取れるんだったらもっともっと勉強したいなとかですね、もっと見たいなってことは、よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは。